皆さんこんばんは、ラナです。今回はね、なんと久々に赤羽に来ています。でもね、まあいつも通りなんですけど、日本酒と刺身の気分なので、これからちょっとお刺身が美味しそうなところを探しに行きます。はい、じゃあ今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うまっ。冷て。はい、じゃあとりあえず本日のテーマからいきます。これはね、他の道具にも何回も言ってると思いますが、まあ、日本に住んでても8年だし、この8年のうちに地元に帰ったことあるのは、まあ、1回のみなんですが、なぜ帰ってないのは、やっぱここね、生活がすごい楽しくて、だから今回はこの日本ですごく楽しいとかって思ったことを、なんかポジティブな理由を3つ紹介したいと思います。握り1回しか使ってない。はい、刺身3点盛り切ってます。しめサーバイカとマグロです。まあとりあえずイカから。昨日も前までみんな頼みでした。いらっしゃいませ。なんか口の中で溶けてるみたいな感じで美味しいよね。はい、マグロです。はい、やわらかい。マグロすごい美味しい。はい、でこちらではイカ焼きです。生姜醤油で食べてくださいって言われましたが、私はね、どうしてもマヨネーズ七味のやつがすごい好きなので、ちょっと別で頼んじゃいました。はい、しめさばです。何も考えずに頼んでることが多いなんですけど、気がついたらなんと今日も本当に大好物祭り でビール、刺身、イカ、それにプラス塩辛のじゃがいもいいね。あとね、正直言えばあともう一つの大好物ありますが、あれはね、これから頼むのはお楽しみです。はい、日本酒ですね。とりあえず生姜醤油でいきますね。やっぱね、もうイカ好きすぎてどこに行っても必ず頼んでますね。もうめっちゃ美味しい。はい、で、あと私は好きな組み合わせね、チリマヨネーズ。やっぱこっちの方がうまい気がするな。どうぞ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、どうぞ。いいね。はい、たっぷりつけましたよ。はい、じゃがいもの塩辛です。めっちゃうまそう、これ。はい、で日本酒はね、なんとこんな、なんだろう、かわいいやつで出てきました。よし、やっぱね、日本酒はないとね。じゃあ日本酒で乾杯ね。あー、結構うまいねこれ。帰りたくないの一つの理由としては、日本ってさ、やっぱいろんなイベントだったりとか祭りだったりとかさ、なんかこのお祝い事が多くて、みんなが集まってワイワイで遊んでるのはすごい好きなので、一つの理由としてはもう日本のエンターテインメントはすごいなと思います。例えば
今の時期だったらね、やっぱハロウィーンとかの話になるなんですが、あのロシアでそういう感じ のハロウィーンパーティーみたいなやつをやったことがなくて、まあ、ほぼ6年前ぐらいの話で、だからまあ若い頃ね、まあ、もうちょっとスリムで、まあね、ちょっとうまくいけたから、まあ、友達と一緒に、まあ、ナスのコスプレして、ちょっと夜の渋谷遊びに行ってました。懐かしいね、あれは。まあ他にイベント何があるっていうと、やっぱね、あの紅葉だったりとか、まあ正月とかクリスマスとか、まあ春先では花火だったりとか、まあ、夏は花火だったりとか、もう本当にいろいろありすぎて、まあロシアはね、あのクリスマスって言えば1月の7日だし、で全然来ないね、みんな楽しくやってるのイベントではないし、まあ、ちょっと家族系のイベントになるんですけど、だからこのね、日本 のクリスマスイルミネーションだったりとか、なんかすごいいろいろクリスマスイベントとかすごい楽しみしています。あとね、花火大会はね、正直言えば今年以外はもう毎年ちゃんと浴衣を着て、まあね、屋台料理を食べたりとか、友達と一緒に花火したりとか、なんかもうあの時期ってすごい楽しかったです。はい、じゃがいもですね。美味しいです。言葉が出ないほど美味しい。やっぱ日本酒がうまくていいですね、この国は。はい、でね、2つ目の理由ですね、私結構旅行好きな人なので、本当に日本ってすごい、まあ、旅行好きな人にとっては天国だと思います。なぜっていうと、山もあって海もあってアクセスもかなり良くて、冬の国の北海道から南国の沖縄まで本当に全部国内でいろいろあるので、それはすごい好きですね。ロシアで海に行きたいっていう形になってもすごいアクセスが不便で、多分まあ日帰りとかでさ、もう絶対に行けることはできないと思います。あとね、もう一つ、私は意外とディズニーランドが好きで、まだやっぱ機会があったらちょっと行きたいって思うし、で初めて日本に来た時にロシアってさ、ディズニーランドがないから、で、まあ、子供の頃からディズニー映画とか見たこともあるし、すごい好きだったので、初めてここに来たらもうやっぱ1回ぐらいはね、ディズニーランドが行かないといけないなと思って、初めて行った時にすごい感動しました。現実ともう全く別の世界になってて、すごい楽しみました。嫌なこととかあったらもうディズニーランドに行けば、まあなんとかなるさっていう感じになると思います。で、まあアトラクションって正直言えば、私は怖いやつの方が好きなので、だから富士急ハイランド、富士急ハイランドのお化け屋敷とかも行ったことありますが、あれはもう本当に感動しました。もう面白すぎて、あれはね、まあできれば毎月行きたいぐらいの、すごい良かったです。行った時にすごい面白いエピソードがあって、列が並んでた時にちょっと仲良くなった、多分10歳ぐらいの男の子でしたんですけど、で、あの子はね、おじいちゃんと一緒に参加したんですけど、でずっとなんか並んでる最中で、いやバリが強いから絶対大丈夫、もうおじいちゃんを守ってあげるからとかって、なんかすごいずっと可愛いこと言ってたんですけど、アトラクションがスタートしてから5分ぐらいでもうこの男の子にもうぶつかったというか、もう子はね、どうしてもやっぱ怖くなっちゃったから帰りたいって泣き出して、どうしても帰りたいって言ってたけど、もう始まったばかりだし、もうなんか絶対にもったいないなと思って、だからじゃあ私たちも一緒に行ってあげるから、ちょっと最後まで頑張りましょうねって言って、まあそれで
4人で行くことになりました。ちょっとまああれはね、もうめちゃくちゃ面白かったです。めっちゃ暑そう。次はね、あの熱燗頼んでみました。どうしてもお腹空いてるのでソーセージも頼んじゃいました。でね、明日仕事があるんだけど、ちゃんと受けれるかしら。あともう一つ、最後で3つ目としてお紹介したいことなんですけど、どうしてもね、いろんな店が多くてすごい楽しいです。洋服とか雑貨とか、まあ、いろんな店が多くて、日本に来たばかりの頃にすごい、やっぱ、まあ、ちょっとあの時代はかなり懐かしいなんですけど、原宿でお買い物したりとか、あと下北沢の古着屋に行ったりとか、もうあれはね、もうすごい楽しかったですよ。あとやっぱ、まあ、私にとって一番大事なものになりますが、やっぱ飲食なんですね。まあ、美味しいものを食べれるっていうのは もちろん当たり前なんですけど、それだけではなく、もう本当にところによっていろんな雰囲気を味わえる店が多いですね。例えば、まあ、今日みたいな感じで外で居酒屋でお酒を飲んだりとかもできるし、あと銀座に行けばもうちょっとおしゃれ系な店とかもあるし、もう本当に今日の気分に合わせて、まあ、食べて飲めることができるのはすごいなって思います。ロシアはね、そんなに外食する文化がないので、もう本当に日本に来てから食べる文化は欲しくなりました。やっぱね、もう酒の店がめちゃくちゃ美味しくて、でね、まあ赤羽はね遠くてそんなに来たことないなんですけど、また飲みに行きたいと思います。じゃあ今からもね、もうちょっとかなり時間が残ってるので、これからもう少し飲みに行っちゃうかもしれませんね。じゃあねー。